セレスタン・フレネセレスタン・フレネは、フランスの教育者。伝統的な教師の権威、理念を絶対的なものとする、権威主義的な教育方法に意義を申し立て、学校教育に子どもたちの手による、校内新聞や学校間での通信などの印刷物を取り込み、自発的なグループ活動を通して、子どもたちの人間性を養うことを目的とした。 積極方式と呼ばれるスタイルを生み出し、教育界に多大な改革をもたらした。子どもたちが自分たちの作文を文集として、印刷、販売し、それから得られた資金で、さらに自分たちのさらなる企画を推進していく。そのシステムを学校印刷所と呼んだり、また、子どもたちの自主的な活動をイニシアティブという、教育的なコンセプトの作り方でも多くのオリジナリティを生み出した。 南フランスのニースから近い田舎バンスにある彼の学校はフレネ学校という。フレネはフランスのプロバンスで8人兄弟の5番目の子として生まれた。彼自身の学校時代は彼にとって非常に不愉快なもので、彼の教育方法と教育改革への欲求に影響を与えた。1915年に彼はフランス軍に徴兵され胸に負傷を負った。 この経験により、彼は断固とした平和主義者になった。1920年に彼は、ルバールシュルーの村で小学校の教師になった。フレネが彼の教授法を開発し始めたのはここである。彼は1926年に、エリーゼ・ラジエと結婚した。1923年、フレネは、肺の負傷のために長期間話すことが困難になったため、もともとは、 彼の授業を支援するために印刷機を購入した。この印刷機で彼は生徒のために自由な読み物とクラスの新聞を印刷した。子供たちはこの印刷機で自分の書いたものを印刷し、チームとしてそれを発表する前にグループとして話し合い、編集することするようになった。彼らはいつも決まって教室を出て野外活動を実施していました。新聞は 他の学校の新聞と交換されるようになり、徐々にグループの文集が従来の教科書にとって大は Z ったフレネは1924年に教師の労働組合チェルを設立し、そこからフランスの教師運動が生まれていった。チェルの目標は教師の協力を得て公教育を内部から変えることであった。ただし、フレネの教授法は 国家教育委員会の公式方針とは異なっていたため彼は1935年に辞任してバンスに自分自身の学校を始めた。ありがとうございます。